こんにちは、元バンディット 400V です。今回は紹介動画をお届けします。何度か横浜 DeNA ベイスターズのファンクラブの、動画投稿したんですけども、その絡みで、ファンクラブに入って、チケットは、特典チケットっていう無料で、交換できる取得できるチケットと、あとは、ファンクラブの割引で、早めに購入できる、チケット、大きく2つあるんですけども、いずれも今回実は購入してまして、今週、開幕戦、延期するっていうのが、12日に、最終的に確定するんですけども、ほぼ延期決定ということなんですけども、ちょっとチケットのご紹介というのを撮影していきます。今見えてるのが、この下のやつがファンクラブのガイドということで、ファンクラブに入ると、どういう特典がありますよとか、チケットの取り方ですね、今お話した特典チケットはどういうふうに取りますよとか、どこで発券しますよと、それからファンクラブの先行の、チケット購入のやり方とかですね、いろいろこの中に書いてますと。で、私もチケットを取りましたと。ちょっとそれのご紹介ですね。でまずこちらなんですけども、セブンイレブンで発券したチケットなんですけども、これは、オープン戦ですね。でオープン戦はもうご存知の通り、途中までやってたんですけども、無観客試合に、なりまして、今それはスケジュール通りですね、無観客でオープン戦は試合をしてます。で私が取ったのは2枚ですね。3月4日と3月10日のチケット、これ2枚ですね。でセブンイレブンで発券しましたと。で結局この2試合ともですね、たまたまなんですけども、雨天中止で、試合は行われなかったんで、無観客試合じゃなくて一般にお客さんを入れたとしても、この2枚は払い戻しの対象の試合になっちゃったんですけども、こういうのを2枚、一旦購入しましたと。こちらの方は、内野席ですね、内野の指定席 FA っていう、種類の席のところですね、2800円に発行手数料、セブンイレブンの発行手数料が110円かかったような気がします。それからこちらの方は、ウィング席っていうんで、球場の、レフト側とライト側の、なんていうんだろうな、内野席の一番後ろ側っていうんですかね、そこに結構高いところまで席をつけてまして、その場所ですね、それのウィング席と。ベイサイドっていうのは、レフト側ですかね。で今シーズンから、スターサイトって言って、ライト側にも同じようなウイング席っていうのを、ずっと構築してまして、今シーズンからそこの席も開放されるっていうですね、使えるようになったみたいです。はい。で、このチケット2枚、ウイング席は1300円ですね。払い戻し対象なんですけども、
ちょっと払い戻ししないで、記念に取っておこうかなと。ちょっとまだどうするか分かんないんですけども、ちょっと2週間、ね、試合の翌日の10時から2週間は払い戻ししますよということなんで、こっちはまあ22日かな、こっちは24日まではセブンイレブンの購入したあの店舗に行けば払い戻ししてくれます。手数料も含めて戻るみたいですね、こちらの方は。はい、これがオープン戦のチケット、なんでこれはあのファンクラブ用にちょっとお安く買えたやつかな。はい、であともう一個はこちらはあの特典チケットって言って、ファンクラブの人が、何枚か無料でチケットを取得できるというやつですね。でこちらの方は、ローソンか、ミニストップに設置されているロッピーっていう端末で、引き換えしますと。でいずれも、発券手数料とシステム使用料で440円の手数料がかかります。で2枚ですね、取りました。上の方が3月25日で、横浜スタジアムの、ホームゲームの初戦が3月24日なんですけども、それはあの、この特典チケット対象外の試合で、まあ、一般のチケットとして、まあ、あの割引はあるんですけども買わなきゃいけない。になってまして、まあ、3月25、26の2日間はこの特典チケットでも取れる、ものですね。で、これを取りましたと。で席は FA っていう席ですね。一応あの特典チケットは全部の席じゃなくって、あの取れる席が何種類か決まってまして、それはあのファンクラブの特典説明の方に入ってますんで、そちらの方をちょっと見てもらえばと思うんですけども、特典チケットの中では多分僕としてはまあいい、多分あのいいんじゃないかなという席ですね。それからもう一つはこれ4月11日の、こちらは、あ、こっちは阪神戦ですね。3月25、4月11日は巨人戦で、これはデーゲーム14時からの試合開始のやつですね。で席は同じように FA っていう席のチケットで、いずれも多分3月はもうやらないって言ってるんで、これはあの、払い戻しじゃなくって、まあ、特典チケットの、消化枚数がまあ元に戻るというような形になります。これも多分、4月11日は、同じように、特典チケット無効になって、多分消化試合数がまあ元に戻るっていう形になるのかなと。まあ、これはあのそういう意味で言うと、なんだろう、払い戻しとかそういうんじゃないんですけども、ただ、システムの使用料と発券手数料って1枚あたり440円かかるんですけども、それは払い戻しできませんというのもちょっとここにですね、手数料の払い戻しはいたしませんって書いてるんですけども、多分その規約通りで2枚で880円かかったんですけども、それは没収ってやつね、支払ったままになるのかな。まあ、ただ今回あの通常の中止と違うんで、なんかそういうシステムっていうか、その、手数料まで戻すっていうのをちょっとやるのかどうか、今時点ではまだその情報入ってなくって、そういうのが決まったら、ベイスターズのホームページでお知らせしますっていうのは、メールとか、あとそのベイスターズのサイトの方では、広報されてます。なんだろう、電車とか飛行機チケットとかも手数料なしで、払い戻しますよっていうような特例を設けてやってるんで、もしかするとこのチケットもその手数料に関しては戻しますよっていうふうになるかもですね、ということで、まあ今年初めてこのベイスターズのファンクラブっていうのに入会して、チケット、取っ
ったんですけども、まあ、最終的にあの使えないチケットになったんですけども、まあ、どういう種類のものがあるかっていうのを簡単にご紹介いたしました。ちょっと長々話しちゃいましたけども、以上です。